はい、どうぞ。皆さんこんにちは、バルーンでゆっぴーハッピーのお時間です。今日見てください、いでたち上半身しか見えないけど、ちょっとまともなちゃんとした大人の格好してるでしょ今日はあのフリーアナウンサー鈴木優子としましてね、このバルーンを教えていきたいと思います。今日ちょっとね、MC の方の打ち合わせがあったものですからね、こんな格好で来ております。まあちょっと話しますとね、20年ぐらいでしょうかね、年バレちゃいますけれども、フリーアナウンサーとしてね、いろいろとMC のお仕事をさせていただいております。名古屋のアナウンス学校を卒業後、いろいろとね、その方面でお仕事を活動をしておりましたが、この不景気でこれでは食べていけないということで、バルーンアーティストとして、6年前にデビューをいたしました。今はね半々です、お仕事。でもこの夏はどっちかというと、バルーンの方がちょっと多くなってくるかなっていうそんな感じです。さあ今日もね、皆さんで楽しくバルーンやっていきたいと思います。今日のゲストさんですごいです、美女さんに連れてまいりました。それではご紹介したいと思います。話してる場合じゃないよそこで行くわよ、モグッドジョブの皆さんです。拍手をお迎えください。ダウン、はい、来て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 、はいはいはい、時間もったないから早くねねえお嬢さんたちね、はい、どうぞどうぞ、椅子ありますか、あれ一つない、あーね、大丈夫ですね。はい、またモグッドジョブさんね、後ほどご紹介していただくことにしまして、まずはね、この番組はですね、あちらがカメラでございます。バルーンをねまずやっていただくんですね。オレンジとイエロー1本ずつお持ちください。どうぞどうぞどうぞ。基本の基本、今日はね、はい、ちょっとテンポよくいきたいと思います、ね、ゆっくりでいきます、はい、まずね、イエロー持って、はい、はい、ダタンダンってやっていきます。大丈夫、みんな映ってる、大丈夫ね、はい、オッケー。はい、まずね、指3本分のソーセージ、はい、まずその前にね、ちゃんとコツをご説明いたします、はい、皆さん、お箸持つ方の手どっち、ゆっぴこっち、こっち、オッケー、オッケー、オッケー、こっちのね、利き手でね、回していきます。もう一つの手でどうするかなって言ったら、しっかりと持っててください。ここだけ持ってても、ここだけ持っててもダメですよ。またいで持ちます。いいですか、ひねったところまたいで持つんですよ。うん、持つ方の方が大事です。こんな感じね。反対持ってるね。はい、オッケーオッケー。行こうかな。こういう袋がいいかな。うん、そうですね。指3本分のソーセージ1個作ってきまーす。はい。そしたら、しっかりと持っててくださいね。いいですか、今日暑いね。そして、指6本分のソーセージ、こんな風に持ってくださいね。そうです、そうです。6本分のソーセージ作って、みんな初めて？初めて。あ、初めていいですね。6本分のソーセージ作っていきます。長いね、こんな感じで。はい。4個は、なんか、いいですか？こんな感じです。テンポよくいこうよ。テンポよくいこうよ。はい、オッケー。そしたらね、ここでこんにちはしてください。こんにちは。戻っちゃったね。こんにちは。くっつけてください。ここで雑巾絞っていきます。よいしょーよいしょーよいしょー、3つ絞りました。こんな形になりました。持っていいよね、大丈夫。なんで10代20代の娘じゃないんじゃないかなって感じで修羅場くぐってきたんでしょ。はい、いい、大丈夫、オッケー。ここからね、頂点探していきます。ちょっと丁寧にやっていきましょうね。頂点どこかなー、あ、ここだ。こんな風に持ってください。オッケー、頂点持ってくださいね。はい、まちゃん、これ、ちゃんと持ってる。怖くない、怖くない、怖くない。秘密じゃないんだから、ね、はい。いきますよ。そしたらね、ここ、こんにちは。下にブーンってやってください。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。うーん、度胸いいね。ここで雑巾絞っていきます。よいしょー。はーい、いいじゃない。だらけの発射できました。はい、できます、できます。わかりません。結構いいゴム使ってます。あ、そうです。さすがですね、年の子。うん。そんなことや。抜いてみて、あ、そうそう、あ、できた、いいじゃないですか、できました。これブルブル、あとでここにね、こっちしましまのね、ペンで模様を描いたりするともっとハチらしくなります。さあこれをね、首にくくりつけていきます。こんな感じです、棒ですね。これね、同じ方向だけよりも横にやったり縦にやったりするとしっかりと止まります。覚えておいてくださいね。こんな感じです。はい、あ、首です、首、首、これ首なのね、ハチさんの首で体。あ、なんか違う、あ、大丈夫です、問題です、問題です。後で整えれば OK です。はい、最後ね、ちょっとね、なんとなく隠しちゃってください。はい、ここに隠れます。うん、うん、変だね、いいよいいよ。そしたら、いきます。 S 字にして、こんな感じ、 S 字にして、
SD ね、こうね、こんな感じです。さあ、29で魔法かけます。いいねこのフレーズが大好き。そうそうね、子供はもちろんね、いい大人も一緒になってね、321ふーって魔法かけてくれるのよ。いくわよ、みんなでいくわよ。321ふーふーふー、はーい、出来上がりました。はい、今ね、ふてふてふて、はい、ちょっと写真撮るのは今よ、写真撮るのは今よ。はい、ありがとうございました。今日はね、テンポよくね、はい、行きましたね、はい、お上手でした皆さん、とてもお上手でした。はい、今日はね、お話にちょっとね、お時間を取っていきたいと思います。どっか行っちゃいましたね。はい、モテていいわよ。じゃあ、まずはですね、ご紹介からしていただきましょうね。はい、潜ったジョブの皆さんでよろしいですか。はい、はいはい、これは会社名じゃないんですよね。はい、はい、何でしょう、これは。これはですね、静岡県の受託事業なんですけども、はい、子育てと仕事を頑張るパパママを応援するための、うん、お仕事支援の名前です。へー、はい、そういう団体団体、はい、まあ、パパママ、特にママ、はい、女性を応援していこうということで、はい、国から補助金いただいてるのね。県から、あ、県からね、はい、県からちょろっといただいてね。え、立派なね、団体でございますが、はい、内容としましてはどうなんでしょうか。はい、はい、ですね、うん、子育てと仕事をこう両立できるような支援をしていくということで、一つは在宅ワーク、うん、在宅ワークってあるんですよ。何でしょう、内職みたいな感じなんですけど、内職 ね思われることが多いんですが、はい、もう少し前行きましょうかね、はい、マイク届いてますかね、はい、お声大丈夫ですか。はい、みんな聞いてないね。はい、内職も在宅ワークの、内職じゃなくて内職じゃないの、内職、内職、大阪の人なんで、関西人なんで、内職です。内職です。内職もその中に含まれるんですけど、はいはい、それとは新しくですね、別に実は在宅ワークって今どんどん広がってまして、はい、お家でですね、パソコンを使ってお仕事ができる、はい、インターネットを介してですね、いろんな、データ入力とかいろんなお仕事をお家でできるようなことがですね、今たくさん増えてきてるんですね。例えばどんなことなんですか。まあ、データ入力が前からもちょっと、ね、はい、ありましたね、よく取り上げております。それこそデータ入力もそうなんですけど、うん、他にはライティングって言われまして、文章を書くんですよ。ーテーマが決められてて文章を書くんですけども、それどこに使われるかっていうと、うん、インターネットに掲示される、うん、文章になるんですね。それは企業から依頼があってね、はい、で、やれる人、そうです。でもそれって特殊な方しかできないんじゃないですか。そんなことないんですよ。違う、パソコンさえ使えれば、パソコンを使えて日本語が喋れる人、はい、あと文字の入力ができる人。じゃ あ私なんてちょっとダメだわって思ってらっしゃる方も全然そんなことないんですね。大丈夫です。どんどんトライしてくださいということですね。はい、その在宅ワークをですね、うん、うちのこのモグッドジョブで紹介をしていきます。はい、それってお給料出るんですよね。もちろん、もちろん仕事として受けていただければ、はい、それじゃあちょっとさ、ちっちゃいお子さんがいる方でも寝かしたりまいとかできちゃうわけ。いいですね、生き生きしますよね。そうすると女性がね、ああそういうことをされている一つですね。一つ、はい、そしてもう一つ、あと二つ、あと二つ、三つ、はい、あと一つは就職支援、就業支援、普通に、まあ、どこかにお勤めしたい方、パートとか、その限られた時間で、はい、食をご提供してくださる。私たちの方でこう、うん、職業紹介まではちょっとできないんですけども、うんうん、例えばそのご相談ですね、私はこういうキャリアがあるんですけど何に活かせますかとかいうご相談に乗ることをさせてもらってます。企業から依頼はこのモグッドジョブさんに来るわけではないんだ、はい、こういう人探してますよ、ご紹介くださいとかそういうわけではない。直接それは、まあ、はい、ない、はい、キャリアカウンセリングと、あとそれに必要なためのスキルを磨く勉強をしていく、うん、勉強会もやってるんですか。はい、そうです。じゃあ講師の先生たちは揃ってらっしゃる、他から呼んでくるみたいな。一人講師ねえ、そういうオーラ出てますもん。何の講師でいらっしゃるんですか。私はオフィスですね。お声届いてますか。あ、パソコンですね。それってあれですか、ママを応援するということで、子供がいる方なら誰でもいいの。大丈夫です。大丈夫です、はい、なんかちょっとこの間はフェイスブックの講座をやりました、はい、
今度はエクセルの講座をやります。それは、はい、あの参加費とかそういうのがいるの？今回は、無料でしたけれども、次回からはちょっと有料になります。でもあの県の事業ということで、ね、はい、そんなにお高くて格安です。格安、はい、2時間500円です。ありえない金額ですよね。本当払おうかな私。今から作るからさ、子供間に合うなら大丈夫。間に合うなら宿ってれば OK。 宿ってれば出てくる。あ、出てきてなければダメなの？なんで早くてもあと10ヶ月は。そうなの？お腹の中にいる状態じゃダメなの？妊婦さんダメなの？あ、ダメなの？子育ててるじゃん、お腹の中で。ね、ね、ダメなの？海外で育ててる人です。海外で育てる規定がある。あ、そうか。まあそういうことでね、はい、で、今2つご紹介いただき、うん、あと3つ目、はい、3つ目がですね、企業支援、起こす方の企業です。おお、女性起業家を皆さんにですね目指してもらいたいと思います。ユッピーさんもユッピーさんもそうですね。私じゃあ講演会やりましょうかね。あ、いいですね。ね、先輩起業家ね。なんか心に響くこと何も言えないけどね、いいかしら。いいんですノリでだけで来てるからね、ここまで。いいんですか。いいんです。勢いが大切なんです。そうかもしれない。何事もそうかもしれない、はい、あの勢い、そうだそうだね、はい、あの勘違いでもいいの。バイタリティね、勘違いでもいいのよ、本当に。私はできる、私はすごい、勘違いでいいと思う。それが基本だね。本当そうだと思う。振り返っちゃダメよ、みんな振り返っちゃダメ。ただね、もう全身あるのみね、それがいいかもしれない。でもね、あのいろいろなイベント私本当に出させていただいて思うのが、ママさんたちすごいね、パワーが。そう、マキちゃんともイベントでよく一緒になったりするんだけど、あの出展されている方たちほとんどママさんっていうイベントもあって、いつこれこんな可愛い小物作るのっていうくらいね。で、すごいパワーなんだよね、はい、まあ、そういう人たちを応援する。そしてそういう人たちになってくださいっていう、皆さんに、はい、ママの起業家を応援したい。いいですね、本当になんかあの、うん、なくてはならないお仕事ですね。ありがとうございます。でもあの、はい、マキちゃんさ、はい、この前なんかここの会社の大元の会社のご説明しなくていいの今日？まあ、いいです。マキちゃん何やってるか分かんない。複雑になっちゃうね。あ、そうなんです。でもチラシとかせっかくそうご用意してきたんなら、はい、はい、で普通ここに用意しとくけど、あ、あるね。ここに用意しよう。あ、あった、あるよ。ゆるい感じがいいですね、はい、モグトジョブの中で、はい、いろんなセミナーをやっていきます。皆さんを応援するためのいろんなセミナーをやっていくんですけども、はい、今日はそのセミナーのご紹介を。チラシなんですが、この2番目のところにセミナーってね書いてありますね。セミナーです。見えますかね。もうちょっと立った方、前に行った方がいいのかな。あ、そんな感じですね、はい、はい。見えるかな、見えるかな。ざざっとじゃあお口で説明してまいりましょうか。はい、Excel を使いこなそうセミナーです、うん。で、今回はお仕事に特に直結するっていうことで、表作成を2時間たっぷり、この、セミナー受けてもらえれば初心者の人でも一番必要なエクセルのスキルを磨いてもらいます。例えばですね、はい、パソコンはあるけれども、あの全然やったことないよっていう人はこれできない、参加できない、文字入力はやっぱできないとちょっと大変かもしれない。文字入力というか、はい、あの これでいいの、ここじゃなくて これでも、まあ、こうでもいいですけどね。これでもいい。あの一応このボタンはこういう意味があるとか大体分かってれば大丈夫です。エンターとかバックスペースとか。じゃあそこからやりたい人はどうすればいいの？まあ、またやりますよ。やりたいっていう希望を言ってもらえれば、はい、希望の多いものは希望、うん、あのその内容の、うん、セミナーをまた開くことができます。参加型、発信型。ああ、いいですね、はい、じゃあ、まあ今回はこれありますけれども、はい、その初段階を経てまたこれやってって言ったらそれも OK ってことね、うん、OK です、はい、人数が集まればセミナーは開けます。10ヶ月後だね、今から作るから。そうですね。そっち日程が、はい、この辺だと静岡中部になるので、はいはい、7月5日、7月5日土曜日です。7月5日土曜日、はい、10時から12時まで、10時から12時、七夕の2日前です、はい、平日がいい人は7月10日木曜日、うん、10日木曜日、はい、の10時から12時まで、10時から12時まで。場所は、はい、場所は東海道シグマ、うん、
の会社が、静岡駅の三幸町、三幸町、はい、はい、にありますので、三幸町のどっち、駅を背にすると、左です。丸いがあって、え、丸い右だよね。丸い右です。丸いの丸いがあって、三幸町通り、で左側に東海道新道です。三木町通りを挟んで筋向かいぐらいです。丸いの筋向かい、はいはい、東海シグマビルっていうのがあるんですか。住屋のあるビルです。ジェイドビル、ジェイドビルという住屋が、はい、地下がレモンという100円金庫が、わかりました。ビルの8階です、うん、地下にトイレがあってね、はい、1階がレモンだから、あのビルの8階だそうです、はい、詳しくはですね、はい、モグッドジョブで、すごい大きいの用意してきてくれて、モグッドジョブでですね、大丈夫、検索してください、アップできるとか、うるさいのうるさいの、もう私忙しいのにね、もう3回ぐらいメールくれたよね、3人で行っていいとかね、もうそうなんですよ、こういうチラシ大きいの作った方がいいとか、意外に神経質だね。そうなんですよ、ね、ちょっとね、見直した、マキちゃん、ちゃんとした人だと思った、ねえ、こんな立派なの作ってきてくれて、ねえ、モグッドジョブ、これで検索してください、はい、あ、このままね、はい、モグッドはひらがなで、ジョブが英語で検索してください、はい、ということです、はい、するとです ね、いいですね。ちなみに、もっとグッドジョブでモグッドです。あ、そうなんだ、はい、おー、それで覚えてください。略してもっとグッドジョブで、はい、モグッドジョブ、はい、いいですね、モグッドジョブ、はい、そして立ち上げてどのぐらいなんですか。4月からなので、うん、あ、今年の、はい、4、5、やっと2ヶ月が経ちました。あ、2ヶ月なんだ、まだ2ヶ月、本当に歩き出した、で試行錯誤しながら、そうです、そんな感じなんですか、はい、それは、まあ、あの中心になってやってらっしゃるのがこの3人の姉様方。そうです、そうです、あ、そうなんですね、3人しかいません。え、3人だけなんだ。はい、3人でアクセクやっております。いいですね、もう経験豊富でございますからね、マキちゃんね、とんでもない、 いろんなあの相談なんかもう乗ってくれるよね、きっとね、夫婦間のね、揉め事とかね、得意で、ね、ね、人生切り抜け方とかね、はい、ね、得意です、ね、いいと思う、お酒も強いしね、そうそうそう、楽しいよ、一緒に飲むと、そんなに大変、ハードル上がっちゃった、いいですね、あとご紹介したいのが、はい、はい、あとですね、はい、町ゼミ、何でしょうか。町ゼミ、これ楽しいですよ、はい、これゆきさん、ぜひぜひ、あ、いいですか、これ、これ、ママさん、ママの後ですけど、はい、ママ町ゼミ、はい、内容はですね、ざっと読み、お読みしましょうか、はい、はい、町ゼミ、町ゼミはここの、町のお店で行われるゼミ、うん、お、飲食店が1日限定で、はい、セミナー会場に、1日 ?1 日まるっと、ね、セミナー会場に大変身、まあ、その時間ね、はい、ランチをしながら、講師や他の参加者との交流会を楽しめます。ランチ？飲みじゃないの？飲みじゃない、ランチ。ママはお昼が重要です。あ、そうなんだ。はい、そうです。へえ。ゆぴさん飲みの方でやりましょうか。飲みも作ってくれる？いいですね。これが日にちが7月、あ、七夕の日だよ。7日です。月曜日です。そうです。10時30分から12時30分。でもお昼だからね。夜みんなでね、家族で七夕やって、はい、ランチ付き参加費1050円。あ、パパ、あ、手作りニョッキのお店ね。はい。はい、パパ。パパ。でいいんだよね。はい。はい。ねえ、あの店長さんすごいね、女のね方たち、すごくいい方たちでね、また行きますね、ランチすごく美味しいんだよね、あの何でしたっけ、ステーキランチっていうのもあるよね、ね、ニョッキも美味しいけどね、はい、はい、そしてあとご紹介するのがこれ、内容は何でしょう、はい、講師が福地瑞穂さん、はい、三次の母、あ、すごいですね、ヒューマンアカデミーの講師、この方がどんな内容をお話してくださるでしょう、はい、言葉と気持ちの扱い方を知ってハッピーを手に入れましょう、はい、ということで、あなたは大切な人にどのように接していますか、あ、いいですね、はい、夫婦間でね、旦那さんに対して、はい、お子さんに対して、はい、あなたのそのコミュニケーションがあなたと相手の明日を作ります、いいこと言いますね、心理テクニックでもっとハッピーにということでね、あ、いいですね、これ何時間ぐらい、2時間、ランチ込みの2時間なので、うんうん、セミナーは大体1時間ぐらいで す、 いいですね、これお子ちゃまは連れてちゃダメなの、はい、ほら保育園前のお子ちゃまとか、お子ちゃまはですね、あの別会場で託児を用意してますんで、いいですね、そちらにちょっと託児所は近くにあるんですか、はい、歩いてですね10分ぐらいですかね、ちょっと歩きます、ね、おでもまあ、はい、あの案内しますんで、泣いてすぐ飛んでいけない距離でもないですね、はい、あの、うん、ちゃんと熟練した保育士が、うん、ちゃんと免許を持った方が、はい、手厚くちゃんと、うん、保育してくださるので、あ、じゃあ安心ですね、はい、安心してお預けいただければと思います、ね、こういうとこ出るのいいのってさ、まずさコミュニケーション取れてこう友達できるじゃん、はい、それがいいですよね、そうなんです、
こう同じようなね、ママ友がさ、はい、なんかやっぱりあの近所の同じ幼稚園のお母さんのなんていうのかしら、ストレスとかもあったりして、そういうことってあの地域の人にも言えないじゃないですか、ね、ちょっと違う地域の人に、ね、あの聞いてもらうとかね、いい、そういうのいいですよね。ぜひぜひね、参加していただきたいと思います。もう一度言いましょうね、7月7日です。七夕の日です。10時30分から12時30分、1050円、場所はパパ、セノバのなんて言ったらいいかな、裏の向かえ、北街道通り、セノバのあの列、列ついていいのかな、そうですね、セノバから、ね、三軒東側、東側、はい、北海道北側ですね、はい、便利なところになる、便利なところ。これ予約いるんですか？はい、予約で、さっきのエクセルの講座も全部予約からになるので、はい、ここで検索してもらって、ここまで電話ください。はい、054-253-1819 で合ってる。あ、違うじゃん。違います。ゼビ会社で、あ、ここパパさんのご連絡先でございました。こちらです。054-254-3088 です。054-254-3088です。平日は5時までなので、今日はいません。今日来ちゃったから、こっち来ちゃったので。そっかそっかそっか。この お三方のうちのどなたかが出てくれるということ。はい、あ、明日以降でしたら大丈夫です。はい、うん、ぜひぜひね。今日はサイトからも、あの随時ご予約できるように今整えてますんで、おまたのアップしてないんですけども、明日アップします。明日かな。すごいですね。近日アップします。なんかいいですね。4月に立ち上げたばかりということ、2ヶ月ですもんね。でも皆さんすごい生き生きしてますね、やっぱりね。なんか本当に素敵。女性だけが取り柄で、うん、マキちゃんそうだけどさ、なんかみんな本当目輝いててね、素敵素敵素敵。これが輝かせてくれてる。あ、この反射してね、いろいろからくりがあるんですけれどもね。でも本当によく会うんですけれども、うん、あの素敵、マキちゃん、年の割には、うん、生き生きしてる。一言多い。ほっと生き生きしてるの、いつもね。楽しいでしょ、人生。そうそう、楽しいでしょ。ね、山ありたんにありね。もう一回山来てね、みたいな。そうそうそう。で、お子さん大きいんだよね。私、子供いないいなかったよ、そうだよ、そうだよ。もう。なんかね、子供置いて飲み歩いてるというイメージがすっごい強かったよ。そうじゃないんだよね。街中住んでてね、今度止めてね。そう、どうぞどうぞ。また飲み行きたいね。行きたいですね。行きましょう。そう。で、いろいろとそう女性を応援しているということでね。で、はい、今度ゆっぴーなんか講習講演会、はいはい、ね、バイオリン教室とかね、企画中またこれ決まったらね。そうですね、いいですね。まあ、教える親子で楽しむバルーン教室、いいですよね、でもいいですが、はい、ね、バルーンアーティスト育てたい。ね、お母さんでも全然できるの、できるの。でもそれで、ね、それこそ企業を、うん、プチ企業、週末企業、あ、週末企業、週末企業、週末、そうだよね、イベント企業、イベントね、そうそうそう、イベントで大体土日しかないので、ね、まあ、パパにね、お子さん預けてちょこっとでも、ね、お手伝いしてくださるといいよね。そのうち独立されてね。でもユッピーから独立する場合はピーをねつけてほしい。マッキー、そう、マキピーとか、ね、ピーピーを必ずね、のれん分けするけどピーつけてほしい。その感じでね、いいね、ユッピーワールド広がっていくといいね。いいですね、このノリで ね、そういうことも本当にやっていきましょうよ。やってきましょう。もう本当にボランティア金額で全然 OK。 ボランティアですか。金額でつけた、ボランティア金額でつけた、金額。苦しいね、私。あ、でもでも本当ボランティアでも大丈夫です。いい、うん、ぜひ頑張ってください。皆さんを、ね、応援していきたいと思う。またバルーンもね、ちょっと広めていきたいんですね。こう、やっぱりバルーンにもこう山あり谷ありで、今ちょっとね、登ってきてる感じはあるんだけど、もっともっと皆さんに広げていきたいので、はい、ぜひそんなこともありまして、ね、あと講演会ですね。もう喋る方はね、お任せくださいなので。そうですよね。でもね、そう、でもためになる話、本当にでもこうやってきた人生を語るぐらいだけれども、そこからヒントを見つけていただければね、嬉しいかなっていう。はい、いやいや、大変だ。いやいや、そんなことないでございます。で、告知としてはこれだけでよろしいですか。もう一つあります。もう一つあります。はい、最後にたくさんで申し訳ないです。はい、とんでもないです。どうぞ。こうやって。何でしょう、これは。エステちゃん。エステちゃん見学会。近いですよ、日にち。うん。6月26日。あ、今月だ。木曜日です。はい。これはですね、うん、モグッドジョブと、はい、ナリスケ商品さんって有名な、はい、有名な、ナリスケ商品さんがですね、はいはいはい、コラボします。
実はですね、まあ、たくさんすごいあのヒット商品持ってるんですけども、はいはい、あのね、エステティシャンを、ね、育成してらっしゃるんですよ。うん、ママの、しかもママのエステティシャンを育成するっていうプランをですね、たくさんスクールを持ってらっしゃるもんですから、ぜひじゃあうちに集まってこられたママたちに、うん、ナリスさんのエステの勉強をご紹介しますよなんていうお話からコラボレーション。あ、いいですね。あの、何でしょうかね、まあ、以前やってた人ももちろんなんですが、はい、全く全然、ね、経験のない方、はい、もう OK？ OK です。もちろん OK です。ダブルワークも OK です。あ、そうなんだ、はい、ちょっと自信ない方もね、はい、あのそうでない方もいろいろ、もう美に興味がある方もない方もちょっと一歩出ることによってね、はい、あのいろんなこと見えてきます。はい、いいこと言うね、私。そうですよ。ちょっといいこと言ったね、はい、今ね。あの、自分が美しくなることでテンションが上がるじゃないですか。ね、そうですよね。いろんなやる気の活力、源になると思うんです。いいですね。はい、これ、育成講座は無料、はい、これはですね、エステシャン見学会は無料です。あ、はい、エステシャン、実際やってるところを見る感じですかね。はいはい、はい。そして、じゃあ、なりたいよ、勉強したいよっていう方はどうすればいいですか。はい。で、その後ですね、実は、ソニックってあの超音波の機械があるんですけど、聞いたことある、超音波のレッスン会をお試しで受けていただけます、うんうん、これはその日に、ね、これは別の日で、うん、はいはい、その日でもね、もし時間がある方はいいんですが、はい、あのこれは個別に予約制でやらせてもらおうと思ってます、うん、でいいんだってね、ソニックね、はいはい、これ500円で体験できちゃいます。安くない？安いですよ。安いです、安いです。お肌プルプルになります。激安です。はい、ですか。自分が体験するもよしだし、はい、あの誰かにこうしやってあげるもよしで、とにかく、まあ、超音波というものを経験できると、でこのレッスン会まで出てもらって、うん、お、やってみようかなって思った人はですね、うん、その後ナリスさんがやってる独自のエステティックスクール、うん、これはすごい短い3日間とかで学べるらしいんですけど、そちらの方に出てもらう、あの入学してもらう。これもね、とってもリーズナブルな金額で。おいくらなんでしょう。ね、ちゃんとした金額私が覚えてないんですけども、1万5000円ぐらいと聞いております。あ、そうなん、それも3日間。はい、で3日間の座学とあとは実技の演習があるので、まあ、もうちょっと伸びるとは思いますけど。じゃあそれを卒業すればもうエステシャンです。はい、必ずなれるんですか。なれるんですよ、ナリスのエステシャンが。すごいですね。あのエステシャンになってもなかなかサロンを持つのって大変じゃないですか。大変です、大変です、大変です。ですよね、はい、実はナリスでエステシャンになると、はい、ナリスのサロンを使えます。それ無料で、ね、月2100円で。めちゃめちゃいいじゃないですか。でしょ。だからサロンを、サロンを作る資金がなくても OK できます。それってサロンってどこにあるんですか。 いろんなところにあるんでしょ。いろんなところにあるんですが、うん、静岡だと駿河区の真淵にあります。あ、いいですね、いいとこですね、はい、街なんかもう歩いていけるじゃないですかね、はい、にあります。そこのサロンをですね、あの使い放題というか、自分の空いてる時間に使うことができる。いいですね、はい、で自分のサロンとして使えるということ。そうです、そうです。家賃払わなくていいで、月に2100円だけ払えばいい。そういうことです。それが家賃みたいな。それいいですね、はい、しかもいろんな機械とかも置いてありますんで。それいいですね。え、でも電気代とかそういうのは払わなくていいの？電気代とかはね、1回の使用料として750円だったかな。いいですね、それいいですね。お支払いが必要みたいなんですけど、もうすぐに自分で起業したことになるってことですよね。なるってことです。そうです、社長ですよ。投資がいらないですね。はい、いいですね。いいですよ、このね、コースはぜひ受けていただきたい、はい、女性ね、あの、はい、子育て、子供小さいうちは無理だわ、まあ、子供が中学、はい、高校に入ったら考えようかしら、はい、じゃないんですよ、今の世の中ね、はい、もうちっちゃくてもね、いろいろとできるんですよね。いっぱいいますよ、ママのエステシャン。ああ、何人もいらっしゃいま す。なので心細くないと思います。ああ、いいですよね、はい、またそういう方たちと、ね、はい、いろんなお話もできるじゃないですか。そうです、ね、子育ての悩みなんかもね。そうです、そうです。旦那さんの悪口とかね、はい、いろいろとね、そうですよね、気も晴れるわよね。ちなみに私と勝野はナリス化粧品使ってます、はい、あ、そうなんですか。エステシャンメイクは違う、エステシャンじゃないですけど、ユーザー、ユーザーです。エステしてもらってます。マキちゃん、はい、ヒートコチドさん、あんまり寄っちゃいかん、ヒートコ、あの、なんで年知ってるから、うん、やたら言うね、私ね、知っとけ、年知ってるからね、いや、見えないもん。本当ですか、なんか、えらい年上のようねえ、本
と20代でもいっちゃうよ、その肌ね、もうテカ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 してて綺麗。そうなんですよ、うん、いいですね。ナリスさんの技術のおかげですので。技術ね、技術と製品力のおかげなので、ね、はい、じゃあぜひぜひね、もう一回告知しましょうね。お日にちは6月の26日木曜日です。木曜日朝の10時からの回と19時からの回、あの夜の19時から朝と夜2本あります。2本立ていいですね、はい、じゃあ働いてる方でも OK じゃないですか。そうです、はい、どっちか好きな時間に、はい、そう、はい、しかもプレゼントもらえますからね、これ物もらえる。そう何もらえる。あとね、化粧品のね、ちょっとセットをもらえるんですよ。いいですね、あのモグとジョブ会員だけです、はい、これはもらえるのは、はい、いいですね、はい、もらっちゃいましょう。で、予約はモグとジョブもしくは、はい、予約はお電話番号は、はい、ぜひですね、はいはい、054-254-3088 です。いいですね、今日はありがとうございました。いい、楽しかったですか、はい、押してますね。すいません。次の方ね、もう早くしてよみたいな感じでね。はい、次は福ちゃんでございますか。はい、次は福ちゃんでございますね。はい、バルーンでユーピーハッピーありがとうございました。次回は6月23日です。また皆さん見てくださいね。バイバーイ。はい、OK。すいません、撮ってもらっていいですか。